ポコネジは。さあ今回デザン機を82乗せちゃおう。ま、一機だけだもんね。その一機が遠い場合もあるが。ま、最近調子が上がってきたしなんとかなるって。ちょ、いきなりブンブンがいるけど。倒して鍵をゲットする感じか。とりあえずまずは30コインをゲット。一回踏んだらトゲゾウから離れるわよね。うん、まあワールドスキンはリスキルが簡単だしサクッと。よし、オッケー。って、鍵を持ってなかったじゃない。倒せてんじゃねえか。ま、まあ。それよりこれは？ドアはやり直しようかしら。だが何をやり直すようだ？わかんない。土管もブロックで塞がれてたし。先に進むしかないわね。とりあえずキノコぐらいは欲しいところ。ではっと。あ、危なかったわね。今の死んでてもおかしくなかったぞ。気をつけなきゃ。って、ここは？ちょ、ピンクコインか。ま、あれは後でいいや。お、それよりこのカキボンでワンナップのチャンス？ちょ、だとしたらお前も右にいなきゃだぞ。かなり死のリスクがあるわね。そっか、とりあえずスルーしよう。カキボンを出しまくって踏んでいけばワンチャン。やらんのかい。ま、今は攻略優先にしよう。面倒になったのね。下の音符ブロックが気になるな。多分これ、僕が踏みに行ったら閉じ込められちゃうんじゃない？だからクリボンに。おっ、ただ。ほら、僕がああなる運命だったかも。一回試してみたらどうだ？いや、絶対やんないから。って、ここでもワンナップのチャンスが。はい、ぴったりず。下に埋まってるクリボンがいるからね。ま、ツーアップでもいいじゃねえか。ゴールでワンナップできればね。え、ちょっとさ。隣はトゲゾウだとよ。豪華セットだね。一旦スターの効果を切らそうか。オッケー、まずは下のピンクコインを2枚。オッケーオッケー。ちょっとグダったからカットしたよ。ほいほい。お、ここで中間地点か。あれ、土管に入れない。って、キノコが出てきたわ。ってことは、あとは戻るだけ？さあさっきの取り忘れのピンクコイン。これで4枚か。あと1枚はどこかしら。最初の方にあった土管が怪しいよね。おっとしまった。ま、ちゃっかり予備も持ってきてるっていうな。あんたらしいわね。さあこのブロックを壊したら。お、フラワーじゃん。もう片方は？オービスイッチ。でも結局ピンクコインがないわね。実はその土管に入れるとか？なるほど。どっちも入れず。じゃあどこに？とりあえず最初の竜巻を解放してみようか。ここで P スイッチを踏んでと。これで変わったことは、竜巻で上の鍵ドアの足場に乗れるようになったってことだが、ちょっと待って、クッパの炎が飛んできてない。もしかして P スイッチを押した影響か？え、そこにいるじゃん。倒したら鍵を持ってるとか？またサクッと倍速で。おお、やっぱり持ってた。これで先に進めるな。一応 P スイッチも持っていこう。またそうやって余計なものを。僕に立ったかもしれないじゃん。さあこの鍵ドアの先は。え？ま、まさかのゴール？しかもここにピンコインとか全く意味がないじゃねえか。せめてワンナップを。よし、取れた。はぁ、ピンクコインは全スルーでよかったってことか。ちょっと腑に落ちないけどね。ちょ、上のメットが欲しいけどめっちゃ滑る。いや、下手くそか。はぁ、バトルだったら完全に負けてるな、こや。いや、他の人の頭を借りてるから。出たわね、クズニャン。よし、予備用も必要だよね、きっと。またこれか。さあ、裏エリア。重力が軽いわね。奥のブラパはやべえな。ほい。はい、下手くそ。予備を持ってきてよかった。ちょ、なんだよ、このチョロプー。相手をしなくてよさそうね。おっと、クッパジュニア。そういえばこいつを倒すのが条件だったか。その前に上のジュゲムだけ倒しておきたい。おい、メットがなくなっちまったが。大丈夫、ジュゲムさえ倒せれば。お、ここなら。ほい。ダメじゃねえか。ちょ、ポコニャン。ついでにもう一回死んでんじゃねえよ。ほら、最初からこうやって頭突きして倒せばよかったね。さあ、あとはクッパジュニアを。オッケーオッケー。もうちょっとジュゲムの雲に乗っていたかったな。クッパジュニアと戦ってたししょうがないわね。ま、雲がなくても問題ないでしょ。
よし、一瞬だけ足場が見えた。って足場少ない？ちょっと危なかったね。変にスピンジャンプなんてするから。まあ死ななかったし。ちょ、この先は見えないわよ。ここは一気に大ジャンプするしか。ちょっと待ってね。何してんのよ。何もないぞ。ってちょっとピッタの炎が。早く行かなきゃダメージ食らうわよ。わかってる。ほい。あ、食らったか。でもマントが出てきたわ。ついでに大量のノコノコもな。なるほど、これを駆使してクッパを倒せってことか。アイテムは全部出さない方がいいんじゃ。それが良さそうだね。こいつも倍速でサクッと倒しちゃおう。てか、ワンチャンノコノコで3アップも狙えるんじゃ。それは余裕があったらね。結局マント攻撃が一番効率がいいって気づいた。なるほどな。であんた3アップ達成してるじゃない。うん、結構楽にできたよ。ちょちょ、ここでまさかのブラパと追いかけっこ。大丈夫、これは間に合う。よしメガブロスよ、どいてくれ。さあこの後は。おお、やったゴールだ。一応このコースはプラスね。よし、ちょっとずつだけ登山器が増えてってる。て、このコースは一体。あ、もしかして間違い探し的な。あ、なるほど。お、左のドッスンは反応しないからここだね。見た目だけじゃわかんねえって感じか。これはかなり難易度が高いかもね。さあ続いてはこちら。おのおのクリボーが4体。ちょ、何が違うってんだ。やばい、全くわかんない。もしかして最初のパラシュートの違いだったら一旦戻んねえとわかんねえな。そうするか。よし、一瞬で見ないとね。え、全然わかんないんだけど。もう噛んで右に。てこやん。あー、やっぱり下を見やわかったのにな。え、そうなの？二回目に戻ってきた時真ん中だけパウブロックになってたのよね。え、ってことは上は全く関係なかったってこと？その可能性が高いな。く、普通の間違い探しじゃないっぽいね。お、そこ爆風は食らわないのか。だとしたら死んでたわね。お、釣り役はありがたい。さあ今度はここね。クリボーとツララか。また見た感じは一緒だね。どこもツララは落ちてくると。今度は戻れないわよ。また噛んでいくしかないか。ここは傾向的に真ん中。いやーで右に行こう。で、こっちも外れてねえか。で、ここで無言タイムかよ。いやー、編集中に気づいたんだけど、左のクリボーだけ鍵を持ってるっぽい。なるほど。だがこのコースに鍵ドアはないからゲットできなかったと。さあ気を取り直して。すげえ。大量のスター。これ数が違うって言われてもわかんないわよ。みんなも一緒に探してみてくれよな。ごめん、一回戻るわ。さあどう？雪玉の壊れ方とか。いや、そんな違いってあるのかしら。もしかしてさっきみたいにしたか？全然違いがわかんないわ。しょうがないから右に。お？あ、ここは外れてねえか。く、全くわからん。もうちょっとよく見て。わかんねえ。さあ、ここも外れ。となると左が正解なのか。何が違うっていうのよ。よし、それじゃあ。はい、ストップ。ちょちょ。んとね、編集で止めたんだけど。ほら、スターの位置が微妙に違うのがわかる？あ、ほんとだ。ここだけこのバネの左にスターがない。そんなにわかるはずないだろ。まさかのここの違いでした。これがわかった人いるのかしら。コメント欄でぜひ教えてほしいな。さあ残機が行ったり来たりだが。なんとか80をキープしてるってところね。で、このコースは砲弾の乗り継ぎか？ええ、危ない。いや、でも逆に3アップが余裕でできるかも。そうやって余裕こいてると足を救われるわよ。大丈夫だって。よし、このまま。オッケー、3アップ。ここからは倍速でいいかな。あ、キノコ。取るのはめちゃくちゃ難しそうだな。お、ここで終わりか？いや、中間地点みたいね。そのドアに入ればいいかな。
また始まったか。今度は2台ね。フィッシュボーンまで出てくるのは聞いてない。高く飛びすぎると危ないわね。うまいこと調整しないとな。うん、でも意外とこれは余裕かも。ほら、うまいことここまで来れてる。あ、落ちてく。オーゴールじゃん。じゃあここでノーミス3アップはデカすぎる。今回プラス6も増えたじゃない。